はい、こんにちは。今回はね、このね、マイストロミニカですね。ね、マイストをこう作る。これが何の車だか、ちょっと申し訳ないんだけど、わかんないんですよ。で、これはね、あの、ゴミ収集車。まあ、ゴミ収集車よりは変わらない。で、これは海外のね、ゴミ収集車と日本のゴミ収集車とはね、違うんですね。海外のゴミ収集車っていうのは、ね、バケツにこうゴミがあってるとそれをこう持ってきて、それをこの後ろのところに入れて、でそれをギューッとこう押しつぶされていくんだけども、海外のゴミ収集車っていうのはすごいある意味雑なんだよね。ゴミをこうバケットでブーッてこう持ち上げて、この上からスポンスポンスポンって入れてくるんだよ。そういうと国によってそういう収集車があるんだよね。なんていう雑な作り方、なんていう雑な考え方だと思うんだけど、まあ、それで取っちゃうんだよね。だそこが日本の収集見慣れてる収集車とはまた違うんだよね。海外で見慣れてる収集車ってのはもうロボットがこうみたいなのがあって、それでこう持ち上げて、それで 上に持ち上げて、それでズボッとこうゴミを捨てていくという、そういう回収するっていうね、そういうものなんですよね。これは、まあ、日本の収集車ではないな。これもやはり海外かなんかで、アメリカではないや。中国かそこいらじゃないかなと思うけど、まあ、そういうところですね。結構この収集車、でけえはでけえですね。日本の収集車って言うと、まあ、キャンターとかね、エルフとかね、まあ、ああいったのが多いかなと思うんだけど、それに比べてこれはちょっと、それよりもうちょっとでかいぐらいかなって感じですね。まあ、なかなか、まあ、迫力があるしいいかなっていう感じでございます。というわけでどうもありがとうございました。